ちょっと抑えてますね。これはあの水戸とかですね、調子海が入りまして、まあ、水戸が19度、調子16度と、少々肌寒いですが、その他は、まあ、20度から21、2度、東京や浜松では24度くらいまで上がりますので、ね、暖かいでしょう。東京22度は、まあ、気持ちがいいくらいです。週間予報ですが、しばらくは晴れマークが降るんですが、暑さ、まあ、北部は大丈夫でしょう。で金曜日はですね、前橋、熊谷が25度、日曜日も前橋が25度、ゴールデンウィーク前にね、